皆さんこんにちは、リトルプリンスの瀬川です。ゆるいボールが苦手な人パート2で、今回はパート3として、やっぱりこうゆるいボールを苦手とする人は時間をもてあそんじゃう、そういう方が多いです。結構ふわーっと来たボールに対して待ちきれずにね、体が突っ込んだりして、こう時間をもてあそんでミスしてしまう、そういう方が多いですので、まあ、そういう方の対処方法としてね、ヒントになればいいかなとお伝えしたいと思います。改善のヒントとしては、ちょっとしゃがむと、こうしゃがんでしゃがんで少しここで時間を潰すんでね、こうしゃがんでしゃがんで上がるくらいの感じで、いきなり取りに行っちゃうと体が突っ込みやすいですので、少しこう一回しゃがむ、しゃがむ、これもね時間がありますけど、こうやって上がる、少し下で待って、下で待って上がるというような感じになると、下に蓄えたねパワーもボールにね伝わるようになると思う。だからポイントはしゃがむと、少ししゃがんで下がんで下で待ってて待ってて上がるという形にすると、体が突っ込まないで、これ結構上がってますね、上がっててもこうやってどんな遅いボールでもしっかり対応して打てる。でこれしゃがむことによって得られる効果っていうのは、ストロークも下で待てば、ボール取りすぎ、このエネルギーがボールに伝わる。ということで、足腰のパワーがしっかりボールに伝わるんで、そんな力を入れなくても、楽にボールが飛んでくるという形に、ね、なります。ということで、このように緩いボール、結構打ち合いしてると待ちきれない、じれちゃってね、ミスしちゃう方なんか、こういうちょっとね、改善方法もね、あるんで、ちょっとこう、困ったら少ししゃがんでみるとかね、そういう形にするとまたね、なんか改善のヒントになるかもしれないので、ぜひお試しください。今日は朝腰、足腰ありがとうございました。ありがとうございました。